本当に帯となのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うならお前がリーを見殺しにしたからだろうな。 俺は。こっちは楽しそうだな、オビト。奴は。うちはマダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんだが、鳴らすまで少々時間がかかった。まあそれも終わったが。 ばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで。聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。それを返す。あんたのものだ。<笑>死んでたやつが引っかけた。キュービと8秒、俺が取る。お前は他の2人を相手しろ。 果たしてその異性本物か見せてもらおうか。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら 悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど。今のお前は5ヶ月すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。マダラは超強い。少しの疑問で組んじゃねえぞ。ナルト。 分かってる。この感じ、奴に近いものを感じる。だがそれでも俺には届かん。お前は柱間ではないからな。ああ、ゾンビ相手に手加減はしねえ。美獣惑星の潜水艦。 負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。 俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輩は皆逃れることはできない。だから俺はこ
この世界を作り変える。するだけだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なんだ。マダラは強い。でもなんとかビーのおっちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。所詮借り物の目、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。距離を取るか、目障りを取るか、よし、行きに行く。さらばだ。今度ははっきり分かんぜ。寒い。大気。てめえの苦しがる顔がよ。メンバーはいた。ナルトを守ることが未来につながる。それなら大気。ひとときだけでも。世界がな。